皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もモテモテ魔王で遊んでいきます。さあ、なかなかモテモテっていう言葉ですね、ワードを使うことは日常的にありませんけど、さあ魔王ランク左上ですね、上げていきたいと思います。経験値が1292と1000オーバーですので上げられますね。さあ魔王ランク5。あ、ゴルフちゃんがハイカーになってくださるんですね。さあ上がりました。このなんか戦闘系な方ですよね。見た感じ。すごいですね。左目に傷跡ありますけど、切られちゃったんですからね。結構こういう傷をつく方多いんですけど、あれですかね。剣か何かでわーって、切られた時につくんですかね。しかも本当にギリギリのところでかわしてるのか、かわせてないのかわかんないですけど。さあ、あ、遺跡がオープンですね。何ですかね、遺跡。ああ、なるほど。今、深夜の12時半なんですけど、いやー、お正月の9連休の一番最後の、最終日ということで、早かったですね。9連休終わるの。なんか、これといって何も私は、正月中何もしてないんですけど、本当にゲーム実況動画ですね、たくさんお撮りしてから、ライブ配信させていただいてる感じですかね。ですからもう謎解きの時間さんとかいつも夕方5時からお出ししてるんですけど、そちらも全部取り溜め終わりまして、もう予約投稿も終わってますので、3月下旬までですね、もう、ずっと毎日、夕方5時からですね配信ありますので、よかったらご覧くださいませ。まあ一つの動画短いですからね、 3,4 分で終わりますので。さあ、ギルドクエストは今日は何ですかね。日によって違いますからね。採掘ですか。なんと退屈なと採掘なんかダジャレ風に言いましたけど、さあ今されてるのは、あ、こちらそうですね、ポンさんが6回されてますね。じゃあちょっと行ってみましょうか。ギルド建設も私今ちょっと10ですけど、ダイヤじゃなくてこちらのですね、延べ棒ちゃんですか、させていただいてます。さあ採掘は右側の鉱山採掘ですよね。さあタップいたしましょう。フィーバーになるとあれですよね、5秒間掘り放題というですね、発動しないですね。あ、発動しました。行きましょう。5秒間、わあ、これ連打できる方有利ですよね。タタ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 タと、高橋名人さんみたいな感じですかね。1秒間12連打でしたっけ、コントローラーで。すごいですね。昔話題になりましたけど、いや私も真似してみましたけど無理ですね。指の爪が取れそうですなんかもう、ですから皆さんもですね、あまり無理しないようにですね、ゲームですね、遊んでください。まあまあスマホですからね、タブレットとかタップ系ですからね、多分指の爪は大丈夫だと思いますけど。さあこれでギルドはクエスト、あ、なんか増えてないですよ私。採掘しましたよね。あれ、私なんか、あれですか、カウントされてないですか、もしかして。悲しきと。さあ、期間イベントは何でしょうか。あ、ログインですね。さあ、明日で、クローバイですよね。運勢10上がりますからね。テレポストームもいいですよね。お嫁さん探しで、両方、この2つのアイテムが一番重要ですから。さあ、期間限定競争戦の方は、魔石は私は全然そうですよね、消費してないので。魔性でしたっけ、魔性ですか。えこんなに消費されてるんですか、1の方。さあ上の方ギルドはすごい5位ですね。いいですね、やっぱりギルドに皆さん所属された方がいいですよ。5位ですと、あ、こちらですね、メンバーの方とあれですね、ギルドマスターさんで変わりますからね、報酬。でも魔性の印ですね、魔性5中ですか。確かこの前初回でお見せしましたけど、あ、この右側出てますね、こちらの方々ですか。リリスちゃんですかまずお一人目はですよね。さあ仲間になっていただきたいですね。配下の方は、魔王様、ようこそいらっしゃいました。ウルフちゃんはですね、
何系ですか。もう武力ですよね、普通に見たら。違いますね、統率ですか。さあ、こんな感じですね。でもなぜかあれですよね、何でしたっけ、こちらハイカーの方、ガスコインさんだけがなぜかですね、男性というですね。私はもしかして致命的なミスを犯してしまったんですかね。女性？いや違いますよねそうですよね、違いますよね。さあ、どなたをお上げしますかね。まあ最初はまんべんなくレベル10ぐらいまで上げておいた方がいいですかね。じゃあウォルフちゃんも上げておきましょうか。あ、レベル10だと奇跡起きないんですか。さあ、ではレベル20までお上げして、他の方も21、あ、パフティちゃんが16ですか。さあ、ではでは、ステージ、あ、そう、ステージをクリアしないと。今日は10話まで行きたいと思います。この前そういう目標だったんですけど、結構1話1話長いですからね。チャプター8ですね。行ってみましょう。あとは兵力が足りるかですよね。足りますかね。相手は 40.9K ですか。まあでも何気に1回1回戦っていくと兵士どんどん減っていきますからね。武力は同じぐらいですね。こっちが 4.6K で相手が 4.1K ぐらいですか。さあ、戦闘ですね。まあ兵力差はこの図を見たら分かりますけど、絵を見たら。さあ、ではスキップしていきましょう。まあでもモテモテ魔王さんは結構外出しやすいんですよね。先ほどのクローバーとかのアイテム、テレポストーンとかですね、たくさんいただけますので、まあアイテム使って結構外出できますので。お、ボスですね。ナイアスさんですか。あー、ボス倒せるかどうかもちょっと不安ですけど、せめて10ステージまではクリアしたいですね。まあですね、今回のオキサキさんですね。まあでも結構何回かお会いしないとやっぱりお嫁さんになっていただけないので、結構大変では大変でしたけど、まあでも結構モテモテ魔王さんは動画出せるスピードは速い方だと思いますね、今回。さあ、チャプター9ですね。いや、ああ、こう続きなんですね。そうですね、ボス倒したら なんでシナリオがないと思ったら。ナイアスさん、あれなんですかね。もうこの時点で負けてる時点であまり落ち着くないって方なんですけど。さあ、では行きましょう。さあ、強敵までやってきましたね。いやー、兵力結構減りましたね。そして、あれですね、シナリオ、なんか、ここに、下になんか、戦闘で2、3ってちゃんと文章ありましたね。さあ、こんな感じですね。さあ、で、行ってみましょう。お、仲間に勧誘中ですか、今。結構三国志とか日本でしたら信長の野望さんとかそうですよけど、武将の方の寝返りとかですね、結構醍醐味ですよね。まあ実際昔のあれですかね、戦闘とかも寝返りって多かったんですかね。なんか寝返ってもなんかあんまり信用されなさそうな感じがするんですけどね。お、倒せましたね。さあ、チャプター、あ、10、今9ですか？両時間で10までクリアしたら、あー、10クリアしないとやっぱ増えないですか。あと、初ステージだったんですけど、こちらは、おー、こちらですね。ちょっとお待ちください。じゃあちょっと頑張って10クリアしてまいります。さあ、ではちょっと配下の方も武力ですね、開けてまいります。で、実績で兵力もちょっと補充しましたので、多分これで大丈夫だと思いますけど、
さあ、では強敵ですね。やってまいりました。シナリオがちょっとあれですね。2と4がないんですね。さあ、こちらもあれですよね。そうですね。ここに書いてますね。ちゃんと鉱山の解放されますと。さあ、ナイエさんはリザードマンなんですかね。まあ、敵さんとしてはよくモンスター系ではいらっしゃいますけど。さあ、勝てますか？ズドーン！そうですね、レベル上げたからお強いですね。おお、ようやくチャプター10まで行けましたね。あれ？降伏しちゃった。ああ、なるほど。だから貢ぎ物が増えるんですよ、これで。なんて従順な方に変わられてしまったんですかね、ダイヤスさん。ジュエリーまでですか？そんな宝石までいただけるなんて。さあ、では、早速いただきます。どこですかね。さあ。おお。あ、いいですね。あ、ヘルコも増えるんですね、これで。いや、嬉しい。さあ、では、奥崎さんですね。お会いに、しに行きたいと思います。さあ、1月になったからあれですよね。ログイン日数がまた、あれですね。リセットされてますね、上の方は。21日までログインすれば、豪華、ですね、アイテムをいただけますので、頑張りましょう。さあ、行きましょう。ですね、今回はどなたでしょうか。タン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 ですね、こっちですね。サリアちゃんですね。ありがとうございます。いや、耳見えないんですけど。どこに手を置けばわかるんですか、心臓が加速してんの。さあ、では行きましょうか。呼び出しですね。ゴーですね。消費していきましょう。お、奇跡もくれましたね。あなたと一緒だとこんなに時間が早く感じるのね。あー、すごい。ボールになりたい。ボール、ポールってあれですよ。何ですかね、ポールさんですか。いやー、ダンサーさんなんですか。刻印は、あの場所にありますね。皆さん分かりましたか。刻印の場所ですね。大事ですからね、テスト出ますから。さあ、テストには出ませんと。いやー、よかったですね。温泉もちょっと行きましょうか。温泉タイムですね。ちょっと待ってください。確認してまいります。確認してまいりました。残念ながら VIP の方はいらっしゃらないということで、ちょっとお見せできないということですね。残念。お、ギルドがなんか、あ、クエスト。すごい。あれ？やっぱ私はなんか回数に含まれてないですね。なんか違うんですかね。いや、悲しいですね。お、なんか、すごいたくさんいただけますね。あ、兵士、消費たくさんしたからいただけるんですね。わー、アイテムすごいいただけますね。こちらですよね、多分。そうですね、能力アップのお薬ですね。お薬出しておきますね、みたいなんですね。よく病院で聞くセリフですけど。お医者さんにあれですよね、風邪薬くださいって言ってもたまに出していただけない時ありますからね。あまり薬に頼ってはダメだみたいなですね、怒られちゃうパターン。さあ、ではですね、こちら回収して終わりたいと思います。いやー、もう明日まで、明日というか、まあ今日までなんですけど、9連休ですね。深夜3時ぐらいまでいつもゲーム実況動画を撮りしてたので、ちょっと明日までに早く日常生活の、あれですよね、生活リズムに戻さないといけないと。昼12時前ぐらいに起きてたのですね。明後日からは7時過ぎに起きないといけないですね。ちょっと大変ですけど、頑張ってですね、また今年もですね、1年間頑張りたいと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いします。ではですね、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。